どんなことでも絶対に諦めたら終わりですいつかいつか絶対に日本に帰れるといつも思っていました曽我ひとみさんら拉致被害者5人の帰国から10年9月2日 すべての拉致被害者の救出を求める集会が都内で開かれ、野田総理が出席しましまた北朝鮮が拉致を認めてから10年が経過しましたが、この間、残された拉致被害者の皆さんの帰国を実現できていないことは、誠に痛恨の極みであります。今日のこののこ集会はいわゆるオールジャパンの 意気込みとして北朝鮮に向か向かいこういった強いメッセージを送りつけるという大きな役割がありますこの集会では横田めぐみさんの父親茂さんから総理へ拉致被害者の早期救出を求める署名の目録が手渡されました署名は15年間で集めた 延べ933万人分。この間に社会の空気は大きく変わりました。署名をお願いしてもい大事なんて本当にあるんですかとか、こんなことに署名して危険はないんですかって心配された時代もございましたんですが、最近では皆様方非常にあの熱心にあの協力していただいております。この国民の声を重く受け止めていただきました。あの一日も早い。 あの解決のために、ご尽力くださいますようお願い申し上げます、どうぞよろしくお願い,いたし1000万人になろうとする署名、会場には集まりの皆様の熱気、こういうものをしっかり受け止めて、対応させていただきたいと考えておりますこの日も総理が胸につけていたブルーリボンバッジは、拉致被害者全員を返せ。 という意思を示すすシンボルですその青い色は祖国である日本と北朝鮮とを隔てる日本海の色そして被害者とご家族とを今唯一結んでいる空の色総理は記者会見でも国会でも官邸内の会議の場や国際会議でも さまざまな場面でこのバッジを身につけ、拉致被害者の救出に向けた強い意志を国内外に示しています。みんなが日本に帰ってきて、お父さん、お母さん、お兄さん、お姉さんと温かく抱き合える日を私もここで待ちたいと思います。我が国としても日朝の 正式な交渉の中で、拉致問題についても、きちんと協議し、拉致被害者の即時帰国を果たすべく、最大限の努力をする所存であります。